皆さんこんにちは。11月23日11時になりましたので、今日もインスタライブを配信させていただきたいと思います。今日はね、朝起きたら札幌も雪がちらちらと降っていて、初雪でしたね。なんかいよいよ季節が冬に変わっていくなと思います。で、Facebook とかでニセコに、ね、住んでいる友達の写真とかを見ていたんですけど、もうね、ニセコはね、真っ白な、ね、雪景色でしたね。皆さんのお住まいの、場所はどんなお天気でしょうか。今、あずあずさん、先日はあのパルコの上博の方にお立ち寄りくださってありがとうございました。お話しできてすごい楽しかったです。じゃあ今日は、先日もね、インスタの方でお知らせをさせていただいていたんですが、明日からあのクリスマス前の数量限定の特別なね、シリーズ、プレシャスローズシリーズというあのシリーズが販売になります。で、今日はどんなアイテムなのかで、プレシャスローズシリーズっていう名前の通りバラの香りがついてるんですけど、あのどんなバラの香りなのか、それからアイテムごとの特徴はどんな特徴なのかっていうのを、お話をさせていただきたいなと思います。で、今回ね、ご用意をさせていただいたプレシャスローズシリーズがじゃん、こちらになります。で、あのパッケージもね、シエスタの包装紙を作ってくださっているテント線模様製作所の岡里恵子さんがデザインをしてくださった野バラのね、あの包装紙が、箱にこう巻かれている感じの、ちょっとね、いつもとは違う特別なパッケージになります。で、石鹸はちょっと分かりますかね、こうキラキラっとこう箔がね、押されている感じになっているデザインになっていて、もう本当に1年、頑張りましたっていうご褒美に自分にプレゼントしたりとか、それから誰かにね、あの送っていただいたりとか、そんな感じでね、使っていただけるようなシリーズになっています。で、あのこのね、プレシャスローズシリーズは香りがあのローズの香り 100%、 もう本当ローズだけで香りをつけているシリーズになります。で、なんでプレシャスっていう名前をつけたかっていうと、あの皆さんね、ローズの香りって本当いろいろあると思うんですけれども、本物のローズの香りってなかなかね、ないんです。実はあの結構合成のローズの香りだったりとか、ローズの中でも、こうローズの花びらを水蒸気で蒸して香りを取っていくんですけど、その方法だとものすごい高くなるので、あの溶剤抽出法って言って、こう有機溶媒を使って抽出をするローズアブソリュートっていうあのローズの取り方と、そして今回使っている水蒸気で本当にもう蒸した純粋な 100% ローズの香りのローズオットっていう香りが実はいろいろあるんですね。で、本当その取り方によって香りがね、全然違ってくるんですけれども、あの今回シエスタで使っているローズオットーの香りはもうね、びっくりするぐらいいい香り。そしてあのこうローズの香りってホルモンバランスとかを整えてくれる香りなんですけれども、使うとね、すごくやっぱ肌の調子が良くなったりとか、気持ちを落ち着かせてくれたりとか、もうね、とにかくいいことづくめなんですよね。でもなかなかね、あのローズの香りだけであのこうスキンケアを作るっていうのは結構私たちも勇気がいることなんですね。こう原料がものすごい、本当に1ミリで6000円ぐらいする原料なので、もう失敗もできないですし、結構ドキドキするので、もう1年に1回だけって決めて、今回 の、 あのプレシャスローズシリーズをしかも100個限定っていうので、それぞれアイテムをご用意をさせていただいています。で、今回、お作りしているのがまず石鹸ですね。で、それから、ロールオンアロマ、これもね、ローズだけで作ったロールオンアロマ、それから、オイルなんですけれども、いつもね、こういう形のオイルってボディオイルが多いんですけれども、あのフェイスとボディ両方に使っていただけるちょっとね、スクワラの植物性のスクワラを使った特別なね、オイルを今回ご用意をさせていただきました。で、まずね、石鹸からね、ご紹介をしていきたいなと思うんですが、さっきもお話をしたように、石鹸今回はこう箱に入ったね、スペシャルなパッケージになっています。で、中をね、開けていただくと、こんな感じで、ピンク色のね、石鹸が入っています。香りがね、もう最高にいいです。で、あのこちらなんですけれども、まず香りがローズ 100% で香りがついています。
で中の成分としてアーモンドオイルを入れているんですね。でアーモンドオイルって石鹸に入れるとすごいね、泡立ちがすごいふくふくとした泡立ちができるのと、すごいクリーミーな使い心地になるんですね。なのでローズのね香りとこのクリーミーな泡の相性はもう抜群によくって、プレシャスローズの時はアーモンドオイルを使うっていう風に決めているんですけれども、すごくね泡立ちがクリーミーで気持ちの良い泡ができます。そしてちょっとピンク色がっていう風にお話をしたんですけれども、10月の、ね、限定設計の時にも配合はしているんですけれども、中に、モンムレオナイトというクレーを入れてピンク色に、色付けをしています。でモンムレオナイトっていうのがすごく肌に対しては穏やかな働きなんですけれども、毛穴の、ね、汚れとかを吸着して吸い取ってくれる働きがあるので、すごくね肌の透明感がアップしてつるっと洗い上がる感じの設計になります。で乾燥肌の方とかもね、使いやすいような配合で作っているので、本当にねこのプレシャスローズシリーズは肌質問わず普通肌の方、乾燥肌の方使っていただけるシリーズになっています。でもうこれはね本当に泡立てるとすっごいいい香りがするので、もう泡立てる前からいい香りなんですけどね、皆さんに試していただきたいなと思います。で2つ目のアイテムでご用意をさせていただいたのが、石鹸を使った後にお使いいただけるようにこちらのねオイルをご用意をさせていただきました。で今回オイルねちょっと大きさがいつもよりも小ぶりなサイズになっているんですが、いつものボディオイルがこのサイズで、今回はちょっとね小ぶりのサイズになっています。でやっぱりプレシャスローズシリーズ特別なシリーズなので、中に入れるオイルの量も種類もちょっとこだわっていて、でいつものねこのボディオイルだとマカデミアナッツオイルとそれからアーモンドオイルが冬場で、夏場はホホバオイル と、アーモンドオイルで作ることが多いんですね。で今回は、なんと中に、シエスタで初めて、植物性のスクワランオイルとそれからマカデミアナッツオイルを入れた、オイルになっています。で植物性のスクワランオイル初めて使うんですけれども、普通ねスクワランオイルって皆さんもね結構耳にしたことがあることも多いんじゃないかなと思うんですが、サメから取れることが多いんですね。でもやっぱシエスタ で使うスクワランオイルはできるだけね環境に負荷がないものを皆さんにお届けしたいなと思って、今回は、サトウキビから取れた、植物性のスクワランが入っています。でスクワランっていうのが人の、ね、肌にも含まれるような成分で、すごくオイルをつけるととても肌なじみが良くなって、肌のバリア機能をアップしてくれたりとか、それから肌のターンオーバーを整えてくれるんですね。で今回はこのスクワランオイルとそれからマカデミアナッツオイルを配合しているので、普段の、ね、お手入れの最後にこう使って乾燥ケアで使っていただくとすごくいいかなと思います。でローズの香りがついているので使う時にねふわっと香りが広がって、私おすすめの使い方はボディにつけるんだったらお風呂上がりにねこういうデコルテにねこうつけてもらいたいなと思うんですよね。でそうすると香りがふわっと立ってすごくリラックスもできるし、女性らしい気持ちにもなりますし、本当ホルモンバランスとかも整えてくれるので、ちょっと月経前のイライラする時とかそういう時とかにね使っていただくのもすごくいいんじゃないかなと思います。でこちらの、フェイス&ボディオイルが、新しい新商品で登場します。で3つ目がすごい今日皆さんハートをねいっぱい押してくださってありがとうございます、嬉しいで3つ目のアイテムがこちら、これもねやっぱりローズの香り 100% でお作りした、ロールオンアロマになります。で冬場になるとねやっぱりね指先とかがすごく乾燥してささくれとかもできやすくなってくるので、今回は、アボガドオイルとそれからホホバオイルで作ったロールオンアロマになります。でアボガドオイルが入っているので、こう指先のねこういう角質とかに浸透する力がすごく強くて、こうしっとりとした使い心地になります。
で、こう指先にね、こうつけていただいてもいいですし、あと本当ローズの香りを楽しんでいただきたいので、香水みたいな感覚でこう手首につけていただいたりとか、あとこう耳元ですね、ね、つけていただいたりとかして、もう香りもぜひね楽しんでいただきたいなと思います。で、日中ね、こうお出かけの時に使っていただいてもいいですし、あと寝る前にね、こう指先とそれから首元にねつけて寝ていただくと、ふわっとローズの香りに包まれて寝ることができるので、冬場とかね、ゆっくりね夜過ごす時に、私も自身も去年使ってすごく良かったなって思っているので、ぜひね寝る前のひとときとかにも使っていただけたら嬉しいなと思っています。そして今コメントねくださったんですが、パッケージも素敵ですね、ロールオン使いやすくて大好きですってコメントありがとうございます。ぜひ楽しみにしていてください。というわけで、今回今年のプレシャスローズシリーズは3つアイテムを作らせていただきました。で、もう一回改めてご紹介させていただきますね。今年ご用意をさせていただいたのが、まず石鹸ですね、プレシャスローズの石鹸、それから、プレシャスローズの、ボディ&フェイスオイル、それからロールオンアロマ、この3つを、ご用意をさせていただきました。で、それぞれ数量限定で、本当にもね、これは特別なシリーズなので、各ね100個ずつの限定アイテムになっています。で、販売が明日11月24日の11時からオンラインショップで、お店の方も12時のオープンから並びますので、ぜひね皆さんお試しいただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今日はね、明日発売のプレシャスローズシリーズをご紹介をさせていただきました。ぜひ1年ね頑張ったご褒美に、自分に、それから大切な方に使っていただけるような、シリーズになったら嬉しいなと思っています。ぜひ販売を楽しみにしていてください。ね、今日も皆さんたくさんね、今日すごいたくさん聞いてくださってる、ありがとうございます。今日はね勤労感謝の日で祝日なので、お休みの方も多いんじゃないかなと思うんですが、ぜひねゆっくりとね良い一日をお過ごしください。今日も聞いてくださってありがとうございます。